える大平さん、すでにスタートから12時間以上、刻一刻と疲労の色が濃くなる中、この人から激励のメッセージが。今日ちょっと気温も低いので体が冷えてないかとか心配ですけれども、まあでも本当に大変さんが走ると思いますし、もう僕はもう全力で応援したいと思います。そんな大悟さんといえば去年、宮根が伊豆のそばを差し入れ。いただきます。宮根さん食べるんだ。宮根さんしかお料理先に宮根さんが来て自分で食べて帰るっていういい感じの SGK になりましたよね。いい感じの SGK 刺激刺激いろんな意味で刺激になって、その後こう元気に行って走りいい走り つながったと思います。差し入れが魅力ながらも24時間テレビに貢献していた。そう信じて疑わないミヤネ屋は今年もがっつり差し入れすることに。しかも今回は激走する大変かわいいね。さらには武道館で頑張るあの人に。それはまさにミヤネ屋史上初の試み。題して出ましたね。はい、わかりました。はい、